いらっしゃいませ。オットリアギターです。2021年12月31日大晦日でございます。ここ名古屋はですね、朝雪がたくさん降ってまして、うわ今日やべえなと思ってたんですけど、今はですねもうすっかり晴れまして、めちゃめちゃ爽やかな大晦日でございます。皆さんいかがお過ごしでしょうか。最初にお伝えしておきます、声が出ないです。というのはですね、今週の月曜日からですね、2泊3日でちょっと山梨のですね、とある奥地に行ってまいりまして、滝行をしてきました。こんな感じです。マイナス8度でございまして、その中でやってまいりました。修行の中でかなり大きな声を出したので、この通りカレカレでございます。ちょっとお聞き苦しいところがあるかもしれませんけども、ぜひ最後までお付き合いいただければと思います。今日はですね、オットリーや中澤チャンネル最後の動画でございます。あれ昨日の動画が最後じゃないのと思われる方もいらっしゃるかもしれませんけども、昨日はですねアコギ紹介が最後ということでございまして、今日はですねオットリーや中澤チャンネルが最後ということになります。何をお送りするかというと、2021年アコギ飯総集編でございます。アコギ飯と思われている方も多いかもしれませんので、ちょっと簡単にお伝えしますとですね、今年アコギ出張販売ですとか買い取りで全国いろんなところに行かせていただきました。その模様をですね何本か動画に収めさせていただいてるんですけども、その中でですね最後にアコギ飯というコーナーがあります。まあ、これはどういうコーナーかというと、ご当地の美味しいものをこの中澤がですねただ食べてるだけ、それだけのシーンでございます。はっきり言いまして、孤独のグルメのパクリでございます。はい、ただですねそのアコギ飯のコーナーにかなりの反響をいただけるんですね。よくコメントとかで、わあアコギ飯見るとめっちゃご飯食べたくなりますとか、このコーナーすごい好きです、もっとやってくださいとか、私が住んでる近所に来てくれたんですね、お会いしたかったですとか、たくさんの反響コメントをいただきます。どうもありがとうございます。どのぐらいの方が見ていただいてるか分かりませんが、楽しみにしていただける方が一人でもいらっしゃるということで、すごく嬉しく思います。ということでですね、この2021年アコギ飯をギュッとまとめたアコギ飯総集編をお送りいたします。そしてですね、動画の最後では大切なお知らせがございます。ぜひ最後までご覧ください。ではですね、2021年アコギ飯総集編いってみましょう。アコギ飯、今ですね愛媛に入りました。愛媛のみかんが食べたい。高知といえばあれですよ、高知といえばあれ。この香川県にやってまいりました。で、今からですねお客様とお会いするんですけども、その前にですね、香川といえば讃岐うどんでございます。ということでですね、今私はですねここ岡膳さんに来ております。非常に有名なところでございます。
アコギ飯。そろそろ到着です。はい、ということで私がですね来たかったところ、こちらでございます。昭和でございます。こちらはライブハウスでございまして、この昭和はですね多くのビッグアーティストの方々がアマチュア時代ですね活躍されてたライブハウスとなっております。フォークのメッカ、音楽喫茶昭和、長渕剛さんですね。昭和特製カレーセットにしました。ではいただきます。なんか昔食べたことある懐かしい味ですね。辛さもちょうどよくてすっごく美味しいです。お腹も空いてたんでパクパクいっちゃいました。あっという間に完食です。食後のコーヒーをいただきます。照らす和と書いて昭和。20センチもないぐらいの低いステージです。アーティストになるのを夢見た人にとっては高い高いステージだったんじゃないでしょうか。アコギ飯。ご依頼いただきました。はい、高峰さんのメンテナンスが終わりましたので、あれです。一度見て、中学から高校に上がった時、高校受かったら買おうと、お年玉貯めて、はい、で買ったやつ。あ、でも思い出の高峰なんですね。そうですそうです。ということで、ちょっとお腹が空いたということでですね、今日私ですね、こちら、わんぱく料理、ジャックさんにお邪魔しております。実はここ、デカ盛り料理で大変有名な場所でございます。うわ、来ました、やんちゃ定食。すごいな、こうやって見ると、うわ日本昔話ですね。アコギ飯。で、今日はですね計6本のギターを買い取らせていただいたんですけども、どれも本当に素晴らしいギターばかりでございます。
アコギ飯。特ロースカツ定食でご飯大盛りでお願いします。はい、すいません、あのご飯の波をおかわりもらっていいですか。ありがとうございます。アコギ飯。結構あの低温が山芋のふっかけのをの賞を一つと、賞一つ、はい、ザルうどんの賞を一つ、はい、山かけ賞、ザル賞をいただきました。来ました、はい、山かけとザルです。お帰りさせアコギ飯。これから片道約300キロの旅です。まず東名高速春日インターから高速に乗ります。駒ヶ岳サービスエリア上りでございます。わさびコロッケ、一体どんな味なんでしょう。わさびコロッケを買おうとしたんですけども、なんと今日は本わさびメンチが安いということでこちらにしました。本わさびメンチを一つください。ではいただきます。後からほんのりわさびの風味がします。うん、美味しい。では再び出発です。長野の景色が見えてきました。私が責任を持って、育て上げます。ありがとうございます。はい、いやでも本当ね、すごいわ。もうこのね、ルートイン中野でございます。いつもここを使わせていただいております。都になら十分の広さでございます。信濃寺さんです。ジャンボソース&
卵とじカツ丼でお願いします。このお店の看板メニューでもありますジャンボソース&卵とじカツ丼にしました。数分後ついに来ました。でかい、びっくりしました。長野名物として有名なソースカツ丼とおなじみの卵カツ丼のハーフ&ハーフ。うん、うん、美味しい。実は私カツ丼が一番の大好物なんです。放り込む、口の中が幸せいっぱいでございます。そしてソースカツいきます。うん、結構しっかりした味ですね。どちらかというと甘めのソース、これはご飯が進むくんでございます。そして味噌汁、何やらちょっと粘りっ気があります。後から聞いた話ですとこれはモロヘイヤだそうで非常に美味しかったですね。もう食が進みます。さあ一気にかき込みます。ごちそうさまでした。なんとか完食、美味しかった。あこぎ飯。新横浜を出ますと実はマニアックな楽しみがあるんです。それはこれ、なんだかわかりますか。実はですね、一瞬だけ横浜アリーナが見えるんですね。この一瞬だけを見るのが楽しみ。田舎者には嬉しい光景でございます。すいません、いい。枯れてますね。昭和3年創業、鶏専門のお弁当屋さん、鶏久のお弁当をいただきます。地元ではかなりの有名店ということで、時間帯によっては行列ができるほど人気店だそうです。鶏久さん一番人気特製弁当でございます。では早速いただきます。まずはメインディッシュの唐揚げから。うん、これは美味しい。中のジュワッとした肉汁が口全体に広がります。そして白飯を口に放り込む、至福の時でございます。そしてこちらチキンカツ、美味しい。中は胸肉だと思うんですけども、すっごくジューシーですね。そして焼き鳥、焼き鳥を箸で食べるっていうのはやはり食べにくい、手で食べましょう。うわー美味しい、ビールが欲しくなる。どんどん進みます。そしてこちら、すみません、濃厚なご飯を食べます。そしてジャガイモの味がしっかりしみるので、まるでお酢を合わせて美味しい。という間に完食でございます。ごちそうさまでした。お近くにお住まいの方、鳥久さんのお弁当超おすすめでございます。あこぎ飯。東京に入りますとですね、なぜだか私の頭にはフー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 という長渕剛さんのトンボが流れます。よくなってますね。いいスタンダードですね、これも。はい、なんか良くなってると思います。お客様が美味しい天丼あるから食べに行こうよと誘っていただきまして、お言葉に甘えてご一緒させていただくことになりました。お通しは落花生です。千葉県は落花生の生産量第1位なんですね。いただきます。うん、美味しい。ついに来ました、上天丼でございます。すごいボリュームですね。うわー美味しそう。いただきます。まずエビから。
もうプリップリのエビでございます。この甘いタレが何とも言えないですね。そしてご飯を口の中に放り込む、炭水化物大好きな私にとって至福の時でございます。そしてかき揚げ、そしてアナゴでございます。うん、これも身がふっかふかですっごい美味しいですね。こちらは味噌汁は白味噌になってる。あ、そうなんですね、はい。あまりの美味しさに一気にかき込みます。本当に美味しい天丼でございました。ごちそうさまでした。ビールを飲みながらの天丼、至福の時でございました。はい、ということでいかがでしたでしょうか。楽しんでいただけましたでしょうか。こうやって見ると結構僕食ってますね。あの気持ちはすごい若いんですけど、体はもうおっさんなので、ちょっとですね食べ方考えないといけないなと思います。2022年もですね、いろんなところに行ってですね、またこうした動画をお送りしたいなと思いますので、ぜひ楽しみにしていただければと思います。そしてですね、重大発表でございますけども、本日12月31日23時から生配信ライブします。久しぶりでございます。今までですね生配信してきたんですけども、最近ずっとできてなかったので、まあ、今年の締めくくりとしてですね、生ライブ配信させていただきます。皆さんと一緒に年を越そうという感じで、約ですね、まあ、1時間ちょっとぐらいですね、2022年に入ってちょっとまで皆さんとですね生配信させていただきたいなと思います。この生配信では主に3つのことをしたいと思います。まず1つなんですけども、新入荷情報です。まあ、こうしてですね見ていただければ分かると思うんですけども、めちゃめちゃたくさんギター入ってきてます。素晴らしいギターばっかりです。はい、ですのでこの辺りのですね、来年ご紹介していくギターをですね、ザザザッと軽く紹介できたらなと思います。そして2つ目です、Q&A をやりたいと思います。はい、まあ、日頃からですね何かご質問だったりとか、あとご意見がありましたら、ぜひチャットの方をですねお気軽にいただけましたらすごく嬉しいです。今回はですね、ちょっとお酒でも飲みながらゆるい感じでいきたいなと思いますので、ぜひ僕と乾杯したい方、お時間がある方、ぜひ来ていただければなと思います。お答えできることはですねお答えさせていただきますので、ぜひどしどしご質問ですとかご意見いただけましたら幸いです。そして3つ目です、来年のおっとりやギターこんな感じにしちゃいますっていうのをお話しさせていただきたいなと思います。ということでですね、今年最後の生配信ライブさせていただきますので、ぜひご参加していただければすごく嬉しいです。ということで23時にこちらでお待ちしております。ぜひご参加ください。本日もご来店ありがとうございました。だからで、切るで切るで。